勇者林の伝説は、ことひらりょうによる日本のライトノベル。イラストは、コロリーが担当。レーベルは、富士見ファンタジア文庫。第24回ファンタジア大賞、金賞受賞作。単行本前後館。冒険者育成機関、ユースタシア学園。その名の通り特殊な技術を学生に習得させることを目的として創立された学園であり。 中でも人気を二分するものが勇者家庭と電気師家庭である。幼い頃から勇者になることを夢見て様々な特訓を経験してきた少年会であったが家庭振り分け試験の際希望した勇者家庭ではなく電気師家庭に配属されてしまう。一方落ちこぼれの幼馴染みである少女林は勇者家庭に配属になり彼女の型破りな行動に会話巻き込まれていくことになる。 2013年1月19日勇者林の伝説 LV-1 この夏休みの宿題が終わったら、俺も勇者になるんだ。ISBN 978から4から8291384722013年5月18日勇者林の伝説 LV に勇者二人に挟まれて、体育祭という名のクエストに挑むわけだが、 ISBN 978から4から8291388922013年9月20日有車輪の伝説 LV37 つの玉を探し求めて俺たちの学園祭がカオス。ISBN 978から4から8291393632014年1月18日有車輪の伝説 LV42 位なが王女で王女がニ位ナで風雲球を告げる舞踏会。 ISBN 978から4から0407000692014年5月20日有車輪の伝説 LV5 赤点回避と失われた絆を取り戻すために時をかける俺。ISBN 978から4から040701134ありがとうございます。